おはようございます。京都癒しの旅の織戸真由美です。今宮神社にお参りをさせていただきました。この青空と満開の桜と鳥のさえずりも聞こえます。とても良い空気が流れています。今日は天赦日、一粒万倍日、虎の日と3つの良い日が重なるということで、朝からとても良い時間を過ごしております。今年は安らい祭りも行列がなくなったということですけれども、京都のお祭りの始まりと言われる安らい祭り、その日が良い天気だと京都のお祭りの日は晴れるというふうに言われております。4月の第2日曜日に行われます。以前はこの桜が安らい祭りの日に満開でしたけれども、今年はとても早く咲いて今が見ごろとなっております。とても良い気が流れており、今宮神社よりお届けしました。ありがとうございます。皆さん良い一日を過ごしください。失礼いたします。